超超いい感じ、超超超超いい感じ。こんにちは、超超と結婚した男超太郎です。はい、ということで今日も楽しく超超の話やっていこうと思います。今日やっていくのは冬の蝶々のその後ということで、蝶々の冬の様子をまたお届けしようと思います。冬だって蝶々はいるんですよ。はい、そうということで冬の蝶々見ていただこうと思うんで、最後まで楽しみに見ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあいきますよ、レッツー蝶ー。はい、ということでやっていこうと思います。まだまだね、寒い冬が続きますけど、見てください、この太陽、そしてこの大自然。なんだかちょっとね、体感は春になってきましたね。とはいえまだ時は2024年の2月16日なんで、やっぱり風が吹くとねちょっとひんやり寒いですけども、太陽はすっかり僕の体感では春模様ですよ。春になってきました。はい、ということでです、今回見ていただく蝶々はこちらです。こちらに田んぼがありますね。田んぼのこの通路があって、このちょっとこれね斜面になってるんですよ。この糊面にいる蝶々なんです。そうなんです、こちら前回こちら見ていただきました、冬の蝶々、聖地で冬を過ごす蝶々っていう動画を紹介させていただいたんですけど、その後です、その後を見に来たというわけなんですよね。その後どうしてるのか見ていただきましょう。さあさあ、もうね、あ、こういうところにはあの蝶々だなというのがね、もうね、もうもしかしてね、もうお気づきの方も多いかもしれません。そうです、このようなねシダ植物ってところでね、いっぱいひょこひょこってこれ出てますよね。こういう葉っぱの裏で冬を過ごしている蝶々なんですよ。さあ、いたんだけどな、大丈夫かな。あれからね約1ヶ月近くね、ちょっと見に来れなかったんでね、いないかな、ちょっと探します。あ、いた、見つけましたよ。じゃーん、この子ですよ、この黄色い子です。そうです、キタキチョウです。この蝶々です、この蝶々をこの場所で、あれもう去年だったかな、いや1月だったかな、去年だったかもしれない、去年ここで紹介させていただいたんですよ。その子ですよ、12月1月2月と一生懸命ここでじーっと頑張ってたわけなんですよ。ちょっとこっちから見て、あ、こっちにもいたごめんなさい、見つけたのこっちだったんですけど、あ、ちょっと触っちゃった、ごめんね、こっちにもいました、2頭いました。じゃあ見ていただきましょう、ちょっとピント合うかな。はい、いましたね、一生懸命過ごしていました。いや、よかったよ、無事でよかったよ君。約1ヶ月半ぐらいぶりだね。よかったよ、無事でした、無事でした。さあ、こっちの子も一生懸命過ごします。あ、見てください、この足、見てください、お猿さんのように抱きつくように枝にしがみついております。そうなんですよね、だってね、もちろんこれはね自然ですから、風も吹くし雨も降るし雪も降るし、そんな中この葉っぱの裏でこのようにしがみついて一生懸命耐え忍んでるんですよね。いや、よかった、頑張ってるね。はい、ということで、ね、僕もねちょっとね1ヶ月近くちょっと奈良を離れていたんでね、頑張ってたんですよ僕もね。辛い思いしながら、悔しいなって思いながら、でもこの子の姿を見たらまだまだ僕も頑張れないとちょっと思わされてくれます。はい、ということで無事にいたけど、他もね、他の子も確かもうちょっといたと思うんで探してみようと思います。上裏から、あ、いた、いました。いや、見てください、しかもなんとこんな間近にほら2頭います。ちょっと待ってくださいね、起こさないようにね。はい、2頭並んでいます。なんだよ君たち仲いいね、なんで一緒にいるの。さっきの子も近いけど、なんでなの。この場所がお互い好きで、いや僕が先だよ、私が先だよってやってるのか、それともフェロモンを出して一緒に冬過ごそうねと過ごしてるのか、なんでなんでしょうね。面白いですね、一緒にいる子を見つけました。いや、他にもちょっとここやっぱ人気の場所だからね、他にもいるんじゃないかな。いた、またいた人気の場所だやっぱり。いや、こっちにもいました、この子供ね。そうです、キタキチョウです。頑張ってますね、いっぱいいるないっぱいいるな。あ、こっちもいましたよ、いましたよ、いましたよ、またいた、この子です、この子いました、いました、一生懸命いるね。この子は1頭かな。いや、1頭もいるの。あれ、いや違う奥もいた、奥もいた、こっちもいました、2頭ここも並んでますね。なんだよ君たち仲いいね仲いいね、よかったよかった、でもよかったです、この子たちも頑張っていました、無事に過ごしていました、よかった、みんな元気に過ごし
動しましょう。頑張れよ、もうちょっとだよ。2月、3月、4月、もうちょっとだからね、頑張るんだよ。はい、でもですよ、ちょっと待つね、僕見て、もうこの子たちいなくなったかもしれないって思ったんですよ。それがなぜかというと、この上、茶色いちょっと草いっぱい倒れてますよね。確かね、僕の記憶では去年この辺の上にもね、葉っぱがいっぱい垂れ下がってていたんですよ、成虫の子。いたのに刈られてる、草刈りさられちゃって多分いなくなっちゃってるんですよね。いやでもね、農家さんはこのね、畑をきれいにすることが仕事だから、草刈りすることは悪くないんですよ。ただし蝶々マニアの僕からしたらちょっと残念だなと。草刈りする時期もうちょっとなんかちょっとって思うんですけど、まあ農家の人は蝶々のことなんかね、それはもちろん考えてないですから。だからそういう方々に僕は蝶々のお話ができたらなというちょっと思いがあります。はい、でですよね、こっち去年確かいっぱい、ほら見てください、もうまあ持ち出し植物ないでしょ、全くないですよ、これ刈られちゃってね、いなかったんですけど、もしかしたらこの草刈りされた時にヒューンって逃げているんじゃねって思ってちょっと探してみようと思います。いるんじゃね、ちょっと飛んできてる可能性があるなって、結構移動したりもするんでね、そう思ってちょっと探してみましょうね。こういうとこちょっとだって、こんなとこだったら隠れてもそうですからね。いや、いるんじゃないかな、ちょっと、いやでもちょっと無理かなと言いながら、ツンツルてんでしょ、本当に綺麗好きなんでしょうね、この農家さんね。いいことなんですけど、草刈りするのはね。草刈りすることによって買ってくれてまた新しく生えてくるから、草刈りすることはいいことなんだけど、冬を過ごす蝶々からしたらちょっとっていういろんな思いが巡るというわけなんですよね。さあさあ、いないかな、そう喋ってるうちにも。いや、これはちょっと隠れられないかな、こういうところとかね。忍び込めばいいと思うんだけどな。いや、厳しいか。やっぱりちょっと無理かな。やっぱりあの人気な場所がみんな人気スポットになってるってことなのかな。いや、いないか。いや、結構ね、移動するっていうこともあると思うんですよ。やっぱりあの子たちのように一箇所でじっといるのかな。いないか。いや、まあこういうところとかもね、結構隠れそうなんだけど、やっぱり最初に決めた場所からあんまり移動しないのかもしれないな。お、いや、いた、言いましたよ、見つけた、いきますよ、じゃーん、言いましたよ、ここにもいた。おー、しかも可愛くねこの子、前足なんかちょっと可愛くねって思うんですよ。ちょっとピント合うかな、前足ちょこんと乗せてますよほら見てください、前足ちょこんと乗せて捕まってます。可愛らしい止まり方だなって言っても必死なんですけどね、この子からしたら。何笑ってんだよって、可愛いとか言ってる場合じゃねえよって思ってるかもしれないですけどね。いやー、頑張ってる可愛い子見つけました。あ、もう一頭いた。いや、これまたちょっと面白いんじゃないか。この子ですよ、この子。ちょっとこれ、ちょっとこの枝、ちょっとごめんね、見えやすく。おい、ヨーラ見てください、この子枯れ葉に捕まってない、ちょっと移動してちょっと落ちかけてんのかもしれないな。見てください、このね、この落ち葉に必死に捕まってますよ。ちょっと実はね、昨日ね、夜中はね、強風だったんですよ。それもあってちょっと飛んでこっちに今避難してんのかもしれないな。いやでもこの子も必死に足を広げて捕まってます。頑張れよ、もうちょっとだからね、頑張れよ。はい、ということで、いましたね、やっぱり。いや、やっぱりね、でも昨日本当に、なんでこっち僕今回探したかというと、結構強風だったんですよ、昨日の夜中ね、まあ、1時頃はい、それでちょっと見たんですけど、やっぱり移動する子もいるんでしょうね。まあ、とはいえね、やっぱり一つの場所を決めて隠れてるんだと思います。はい、ということで、今回はちょっと約1ヶ月半ぐらい心配していた蝶々、北木町の無事の確認でした。はい、ということで、いかがだったでしょうか、冬の蝶々、今回は北木町編でした。いやー、頑張ってましたね。いや、ちょっと感動して、ちょっと僕涙出てきましたよ。いやー、すごいでしょ、あの細い足で、しかも一頭の子、こうやってね、お猿さんみたいにもうしがみついて、もうここから僕は落ちないぞっていう、あの必死な姿。いやー、ずっと
っとですよ、ずっとあの状態で頑張ってたと思うと、僕もね1ヶ月ちょっとね、まあちょっと北の方っていうか、まあ東の方になるのかな、まあちょっとね都会でね揉まれてちょっと頑張ってきたんですけど、悔しい思いもしてきたんですけど、蝶々だってみんな一生懸命頑張ってるんだなと、僕もまだまだもっともっと頑張るんだなとなと、やっぱり改めてこの蝶々を見て励まされました。皆さんもこの蝶々を見てどんな思いをされたでしょうか。最後またねちょっとね写真動画などねちょっと載しておくんで、その蝶々を見て何か感じていただけたら嬉しいなと思います。ポジティブになってもらえたら嬉しいなと思います、ね、僕も私も蝶々も頑張ってるんだから、ちょっと一つもうちょっと頑張ってみようかなとか、楽しく今を生きようかなとか、ね、ポジティブに蝶々を見てなっていただけたら嬉しいなと思います。そしてもうすぐ春にやってきますよ。春になってきたらあの子たちが蝶々が舞う時期ももうあとわずかですからね、楽しみにしていてください。はい、ということで今回は北木蝶という蝶々、成虫で冬を過ごす蝶々のその後の姿を見ていただきました。はい、今日もね最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、ということでではまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら蝶なら蝶なら。